450。この数字の意味は何だと思いますか？この数字は NBA に登録できる選手の総人数です。世界での競技人口は 4.5 億人と言われているバスケットボール。単純計算にはなりますが、国内バスケットボールの競技人口の男女比をもとに計算した世界の男子バスケの競技人口は約 2.9 億人ほど。バスケットボールといってもストリートバスケや 3×3 などNBA とは別の舞台で活躍する選手もいますが、バスケを幼少期から本気で取り組んできた子どもたちにとって一度は夢に見るのが NBA の舞台なのではないでしょうか。成長の過程で自分より技術や能力の高い選手と出会い、自分の能力の限界を知る中で NBA の舞台ではない別の道へ進む人も多くいます。子どもの頃に抱いた道とは別の道へ進むことはよくあること。ただそんな中でも幼少期の夢を諦めなかった少年たちだけが NBA 挑戦のスタートラインに立てるのです。その舞台に立つためにはいくつか道はありますが、一番わかりやすい方法は NBA ドラフトで指名を受けること。 NBA 全30チームが2名ずつ指名する NBA のドラフト。この NBA ドラフトへエントリーするためにはアマチュアの最高峰でありアメリカ以外のプロリーグよりもレベルが高いと言われる大学トップリーグの NCAA ディビジョン1で成績を残さなければなりません。全米の高校約55万人の選手のうち、このトップリーグへ加入することができるのは 1% の約5500人のみと、本気で NBA を目指すエリート選手が集います。国外選手にとっては大学入学のための学業をはじめとし、文化の違いや言語の壁などさらにそのハードルは上がることに。そんなエリート集団の中から NBA にエントリーし NBA ドラフトで指名を受けることができるのはわずか60人、たったの 1.1% となっています。逆に言えばバスケのエリートとして大学のトップリーグに加入した選手の約 99% はこの年に NBA 選手になることはできません。ドラフトで指名を受け、やっと NBA の舞台に立つチャンスを与えられても、ロースター枠15人に入らなければならないといったさらなる難関が待ち受けています。この狭き門を突破し、日本人初となるドラフト1巡目全体9位で NBA 入りを果たし、熾烈すぎる舞台で奮闘している日本の至宝八村塁。そんな彼は NBA 選手の平均キャリア寿命が4年と言われる厳しすぎる競争世界にて本契約を勝ち取り、 NBA の名門と言われるチームでキャリア5年目に挑んでいます。今回は2人のパイオニアの後を追い、自身もまだまだ未開拓の NBA にて挑戦を続ける八村塁の物語を紹介します。ベナン人の父と日本人の母を持つ八村は高校時代から圧倒的な存在感を放ち、関係者の間で最も NBA に近い日本人選手と呼ばれていました。富山県で生まれ、小学生まで野球少年だったという八村がバスケットボールに出会ったのは意外にも遅く中学生の時。中学時代バスケ部に所属していたクラスメートから毎日のように誘いを受け、いやいやバスケ部の練習に顔を出したのが始まりでした。バスケ部に入るつもりはなかったと当時を振り返り語った八村でしたが、その時のバスケが意外にも楽しかったことからバスケ部に加入することに。素人同然だった八村はこの時のコーチ坂本丈二氏の指導もありめきめきと頭角を現していきます。バスケを始めたばかりの頃から彼に対してお前は NBA に行くんだと常日頃から言い続けていた坂本コーチ。 NBA についてそれほど知らなかった八村もその言葉を信じバスケに熱中していきます。中学3年生の2012年には全国中学校バスケットボール大会にて準優勝。中学からバスケを始めたとは思えないスピードで成長していった八村は宮城県の強豪私立明星高校へ進学を決めました。この高校時代に八村塁の名は瞬く間に全国へ広がっていきます。1年生で出場したウィンターカップでは決勝戦でゴール下を支配し32得点を記録し明星高校の優勝に貢献。2年生の同大会にても2年連続の優勝に貢献し2大会連続でベスト5に選出されました。また最終学年である3年時の2015年夏に開催された第68回インターハイでは決勝で愛知県の桜ヶ丘高校を92対69で破り初優勝を成し遂げると、同年のウィンターカップ男子決勝では34得点19リバウンドを記録し
78対73と土浦日大に逆転勝利で大会3連覇を達成する快挙を成し遂げました。振り返ってみると高校3年間の八村の成績は凄まじく、バスケットボールの2大大会で圧巻の成績を残していました。また高校2年時に出場したアンダー17世界選手権では日本代表は16チーム中14位に終わるも、八村は1試合平均 22.6 得点で大会得点王に輝き、国内にとどまらずその存在を世界に知らしめることに。その後アンダー17世界選手権得点王の看板を背負い、翌年4月にニューヨークで開催されたジョーダンブランドクラシックに日本人として初めて選出され、世界選抜チームの一員として出場。その試合で八村は18分の出場で9得点5リバウンド1ブロックを記録。ここでの活躍はバスケットボールの国アメリカの大学スカウトの目に留まり、卒業後に NBA を目指しアメリカへ渡ることを決意します。高校時代の国際試合での活躍もあり、いくつかの大学からオファーを受けた八村。そんな彼が選んだのは2020-21 シーズン終了時点で22年連続 NCAA トーナメントに出場し、2012-13 シーズンには主要サイトの全米ランキングで1位にランクインするほどの実力を誇るワシントン州にあるゴンザガ大学。このゴンザガ大学は大学バスケの最高峰を指す NCAA のディビジョン1に所属しています。ピラミッドの頂点のリーグに位置する NCAA のディビジョン1は全米各地から集ったエリート選手たち約5500人が所属しており、この人数は全米で高校時代にバスケ部に所属していた総人数の約 1%。 そんな選ばれた選手だけが所属することのできるリーグに日本から一人挑むことになった八村。しかしアメリカの大学への進学を前に八村に大きな壁が。バスケの実力が評価されるだけでないアメリカ社会の中で学業という課題が八村にのしかかります。ゴンザガ大学からオファーをもらったものの、 NCAA でプレーする条件として高校の評定平均と大学進学適性テストの総合評価が NCAA の基準を満たし、最終的には大学が設ける基準をクリアしなければならないというものがありました。勉強は嫌いと語る八村でしたが、目標である NBA に向け高校時代から準備を進めていきます。高校の先生やネイティブスピーカーによるマンツーマン指導によって徐々にスコアを伸ばしていき、高校卒業後も仙台にある明星バスケ部の寮で生活しながら高校協力のもと勉強を続けていきます。夕方になれば部活動に参加して後輩たちと汗を流し、練習をしながら1日 7、8 時間勉強に費やしました。勉強漬けの毎日を送ることは受験生にとっては当然のことかもしれませんが、八村の凄さは NCAA の強豪校入学を目指しながらもウインターカップで3連覇を成し遂げたことです。こうした献身的なサポートと本人の努力もあり、無事ゴンザガ大学への入学を果たした八村。ゴンザガ大学に進学後、1年目は控えとしてベンチを温める時間が続き、勝敗が決してから試合に出場することが多く、 NCAA トーナメントでも合計出場時間6分にとどまっていました。しかしこの年ゴンザガ大学は見事に NCAA トーナメントで準優勝を果たします。2年目となった2017-18 シーズンではベンチから出場する試合が多いものの、重要なゲームに出場することも増え、チームの勝利に貢献する働きを見せる試合も多く、ゴンザガ大学には欠かせないプレイヤーに。2年目の NCAA トーナメントはベスト16止まりとなったものの、 NBA 入りも噂されるほどアメリカ全土から注目を集めるプレイヤーとなり、2018年夏に行われる NBA ドラフトにアーリーエントリーするかどうかさえ話題に上がるようになっていたのです。結果的にドラフトにはエントリーせず、2018-19 シーズンもゴンザガ大学で戦うことを決めた八村。3年目となる2018-19シーズンはゴンザガ大学のエースとして活躍し、チームは33勝4敗という圧巻の成績でシーズンを終えました。特にこの年の八村の活躍は顕著であり、2018-19 シーズンの NCAA が決める年間最優秀選手賞の一つであり、スモールフォワードの年間最優秀選手に与えられるアワード、ジュリアス・アービング賞を受賞。名実ともに全米屈指のバスケットボール選手となった八村は満を持して NBA ドラフトへのエントリーを表明します。迎えた2019年6月、これまで初の日本人 NBA 選手となった田臥勇太、2人目の NBA 選手となった渡邊雄太、
共にエントリーにすらこぎつけなかった NBA ドラフトの舞台にいた八村。緊張感が漂う中、なんと八村の名前は予想よりも早い1巡目全体9位でワシントン・ウィザーズから指名を受けることに。日本からアメリカ最高峰の NCAA リーグに入り、日本人初となる NBA ドラフト指名での NBA 入りを果たし、日本人史上3人目の NBA 選手となりました。事前予想では10位以降の予想が多かった中、それを上回る一桁順位での指名。米メディアからはこの八村の1巡目指名に対し、まさかの高評価を下したウィザーズの決断に注目が集まりました。当時のウィザーズトミー・シェパード暫定 GM は八村獲得について、彼になると分かっていた、非常に近い選手が 2,3 人いたと、選択肢に入っていた選手が複数いたことを告白。それでもその中から八村を選択したことについて、彼の現状、才能や軌跡を考えると素晴らしい指名だったと思うと、八村の現状と今後のポテンシャルについて高く評価しました。攻守にバランスが取れた能力、大学ではトップクラスの活躍をしていながらも、他メディアによると遅咲きとも表現しており、まだ成長できる余地があると見越して一桁順位指名に踏み切ったようです。そんな八村は指名直後のインタビューにて、クレイジーですね、現実じゃないような気もしますと率直な思いを吐露。そして、まずは中学のコーチに感謝したいです、彼は僕は NBA へ行くと言ったので、それを信じてやってきましたと、これまで関わってきた人への感謝を述べていました。そう、八村がバスケを始めた中学生の頃、当時のバスケ部のコーチを務めていた坂本氏は、八村に対してお前は NBA に行くんだと常日頃から伝えていたのです。 NBA が何かも知らない当時の八村は、そのコーチの言葉を信じ疑わず、ここまで走り続けてきました。数年の時を超えてその言葉が現実に。高校卒業後に文化も言語もわからない中でのいきなりの渡米。そんな八村は夢を叶えるために意識したことについて問われた際、楽しかったってのが一番大きかった。僕は努力という言葉があまり好きじゃない。努力するっていうよりも好きだからここまでやってこれた。努力というよりどれだけそれに対して好きになるか、愛情だと思う。八村塁が NBA の舞台まで頑張れた理由は、 NBA を目指しひたすらバスケに対する愛情があったからこそでした。そんな日本にとっては世紀の一巡目指名に対して、意外にも米メディアは懐疑的な反応を見せていました。もし八村のディフェンスが向上せず、パスもうまくならず、スリーポイントシュートを打てるようにならなければ、この指名は笑いものになる。ウィザーズはこんな上位で八村を指名したことを後悔するかもしれない。この指名は興味深いが、リスクを伴う。ディフェンスは平均以下で、 NBA で毎晩のように活躍するには時間を要する。大学では最優秀選手賞を獲得するなど、現地でもトップクラスの活躍を見せていたはずの八村でしたが、やはり世界のトップオブトップである NBA、 ここまでの実績をもってしても八村の一巡目指名には疑問を呈する声は少なからず上がっていました。しかし、そんな周囲の声を一蹴するかのように、1年目から八村は躍動します。2019-20 シーズンの開幕戦、ダラス・マーベリックス戦ではスターターとしてデビューし、いきなり14得点10リバウンドのダブルダブルを記録。12月2日のロサンゼルス・クリッパーズ戦では、スリーポイントシュート2本を含むキャリアハイの30得点9リバウンドを記録するなど、周囲の期待に応える活躍を見せつけました。一時怪我で手術を受けるなど離脱を強いられましたが、2ヶ月で復帰。1年目から出場した全試合でスターターを務め活躍したことが評価され、いくつものルーキー選抜に選出されることに。ロースター登録選手15人のうち、スターター選手は5人だけしか選ばれない中で、出場した全試合でその5人に選ばれていた八村。ドラフト指名選手でも1年目からの活躍は容易ではない中、八村はこのシーズン72試合中48試合に出場し、1試合平均 30.1 分の出場、13.4 得点、6.1 リバウンドとルーキー2位の成績を記録しました。2年目は前シーズンを超える活躍を見せ、日本人初となる NBA プレーオフにも出場。5試合でフィールドゴール成功率 61.7%、 スリーポイント成功率 60.0% で、平均 14.8 点、 7.2 リバウンド、 1.0 アシストと驚異の数字を残しました。
3年目は新型ウイルスの影響や自身のメンタルヘルスの影響で出場時間を減らすことに。そして迎えたルーキー契約最終年となる4年目、ここで八村にとって大きな転機が。八村の後に入ってきた若手育成などのチームの戦略変更に伴いトレードに出されることになった八村。そんな八村が移籍した先は通算17度の優勝を果たしている NBA の名門ロサンゼルスレイカーズでした。移籍したレイカーズには NBA 界のキングことレブロン・ジェームズをはじめ最強の守護神アンソニー・デイビスといった NBA 界きってのスーパースターが在籍。移籍時チームはプレーオフまで決して近くの位置にいたわけではありませんでしたが、八村は見事プレーオフ進出に貢献。さらにプレーオフにてメンフィス・グリズリーズとのファーストラウンド第1戦ではベンチ出場からチーム最多の29得点を記録して勝利に貢献する活躍を見せ存在感を放ちます。レイカーズの選手がプレーオフでベンチ出場から25得点以上を記録したのは1996年のコート上の魔術師と言われたマジック・ジョンソン以来との快挙付きでもありました。その後レイカーズはセミファイナルまで進みますが、ここでデンバーナゲッツに4試合4敗を喫し、このシーズンを終えることに。シーズン終了後、八村は自身初の FA を迎えるということで、今後の去就に注目が集まりました。注目を集めた八村の去就は、現地時間7月6日に、レイカーズと3年約73億円での再契約を締結。他のチームへの移籍の可能性もあった中で、レイカーズが獲得に名乗りを上げたのでした。八村に対する3年73億円のオファーは NBA における超名門の一つであるレイカーズの八村に対する期待の表れであることがわかります。そして何より NBA 現役ナンバーワンであるキング・ジェームズと共に過ごす時間が八村にとって貴重すぎる時間になることに。我々は笑ってしまったんだが、レブロンは彼のことを俺の代役と呼んだんだ。この夏の間彼はできる限りずっと彼と一緒に過ごしていたと、選手を間近で見てきたチームのヘッドコーチが語るように、 NBA 界のレジェンドから全てを吸収しようとしている八村。レブロン自身も八村のことを評価しているようで、シーズン前のオフの期間中、八村につきっきりでトレーニングを積んできたことが話題となりました。シーズン開幕を前にメディアの前に姿を現したレブロンは八村について問われると、ひどかったよ、こいつは人生で一緒にトレーニングしてきた中で最悪の男だ、やばいよ、ひどいよと近くにいた八村を指さしてまさかの酷評の嵐。しかしそう話すレブロンの表情はどこかにやけており、少し間を置き八村に聞こえないように、彼が大好きなんだと満面の笑みで答えていました。自分は主役になりたい、バスケットボールの顔になりたい。 NBA という日本人にとってはまだまだ未開拓の地で奮闘する25歳の若き侍は、 NBA の顔であるキングの下で大きな成長を遂げています。日本バスケットボール界の顔、はたまた NBA の顔となるため、一人戦い続ける八村塁、そんな彼の活躍から目が離せません。